グラブを客席に放り投げて不満をあらわにしていた13メッツ。日時間30日ニューヨークメッツのホルヘ・ロペス投手が DFA 事実上の戦力外になる見込みだと29日日時間30日の4どころち戦後に複数の米メディアが伝えた。同戦では投手に14号を許し、その後判定に不満を示し退場処分を受けていた。大谷に塁打を許してから約2時間後、地元放送局 SNY のメッツ版アンディ・マルティーノ記者をはじめ複数のメディアが DFA となることを伝えた。右腕は同戦の8回途中から登板。西二塁からは大谷に14号にランを浴び、その後フリーマンの打席でカウント2から1からのスイングがノースイングと判定され三塁塁審に。口論の末に退場と告げられると、グラブを客席に放り投げて、試合から退いた。試合後の取材では、Fワードを連発。不満は球団に向けられ、後悔していない。僕は、おそらく、全球団の中で、最悪のチームにいると思っているとぶちまけた。母国語が英語ではないため米記者の中でも情報が錯綜しているが、公式のメッツ版アンソニー・ディコム記者が再確認したところによると、右腕は最悪の球団での自分は他の選手から見て最悪のチームメイトだと話しているという。31歳のロペスはこの試合が今季28試合目の登板。1勝2敗6ホールド2セーブ、防御率 3.76 の成績を残している。メッツはナ・リーグ東地区4位に沈んでおり、4どころちにを迎えての3試合は3連敗となった。フルカウント編集部、